ポケットコンピューター、ポケコンってご存知ですかねあの工業系の学生、工業高校とか大学、その人たちがまあ持ってたものですね。まあ、これ、今と昔で全然立場が違うと思うんですよね。まあ、私が感じたことをこれから話してきます。90年代、まあ私たちが学生だった頃、そのポケコンってその娯楽としても使われてたんですよね。 まあ工業系の学校を知らない人に話しますと、工業高校、大学などに入ると、ポケットコンピューター、ポケコンと言われるまあコンピューターを買わされるんですよ。それでその中、そのコンピューター、既存のプログラムを実行するだけではなくて、あの自分でプログラムを、ベーシックとかでプログラムを作って、走らせることが、動かすことができる、そういうものをあの買わされまましたまあ私た私ち使ってました。 まあ、電卓としても使いますけど、まあ、昔話として、このポケコンでゲームができたんですよね。まあ、ゲームといっても、今のあ d 3DS のようなゲーム機とか、あと、あの、他スマホのゲーム、それと比べたら、すごく見劣りす,するものなんですけど、その、それしかなかったから、もう、あの、授業、授業と授業の間の休憩中とか、放課後、あと学校の行き帰りの電車の中、 まあ、ポケコン出してゲームやってる人多かったですね。でそのゲーム、まあ、ポケコンマガジン、ポケコンジャーナルだったかな、そのポケコンの雑誌のに載ってるものを打ち込む、そういうものもありましたけど、だいたい学校の中にそのゲーム作れる人が何人かいるんですよね。まあ、どの5人か6人ぐらいいると思いますね。まあ私もその1人だったんですけど、そのゲーム、私たちがゲームを作って、それをみんなにあの上げて楽しんでもらう。 それ本当にそれしかないから、もうみんな楽しんでるんですよね。だから、だからゲーム、まあ純粋にやる人もポケコン使ってましたし、私たちみたいにゲームを作る側、そういう人も活用しました。まあその体験、まあ今まで言うとクリエイターの体験ができたんですよね。まあプログラム作成はもちろん、ゲームの企画とか、あと作ってみて周りの要望を聞く、そういうことができたんですよね。その狭い空間で。 なんかすごく勉強になった。今思うと、そのプログラム。まあビジネス、あの、何かプログラムリスト、教科書のものを打ち込んで行う。それだと苦痛が多いんだけど、なんか自分で考えたゲームを、そのポケコンで打ち込むのは楽しいんですよね。それをみんなで楽しんでもらえる。もうすごくいい体験ができた。そう思ってて、それ最近、あの、列車乗ったら、ちょうど工業高校生が、 帰私たちだったら、まあ、90年代だったら、変わる中から出すのはポケコン。まあそんな感じでしたけど、今、まあ、胸からスマホを出すんですよね。そうすると、回答ロワイヤルとか、パズドラとか、まあプロが作ったゲームができちゃいますからね。だから学校でも多分、の休憩中の時間、スマホを出して、パズドラとかで遊んでるんじゃないですかね。だから、 もうポケコンポケコンを使ったそのクリエイティブな活動、それできなくなった,かなできなくなったのかなと思うんですよね。まあ、ある意味悲しい、そんな時代が来たのかなと思いますね。結局、プロにならなければゲーム作れないのか。まああのスマホスマホだけでゲームできないですからね、ゲーム作るにはいろいろ開発環境を整えたりとか、まあ、あのパソコン、 まあパソコンとか整えたりとかする必要がありますね。ポケコンと比べたらゲーム作るのもうほぼ無理ですね。その素人が作るのは。ポケコンだったらポケコンの中に開発環境は入ってますからね。それとは随分違うと思います。あとまあ、パズドラとかそういうのできちゃうわけですから、まあ素人が作ったゲーム、まあやらないと思いますね。だから、 まあ、クリエイターが育ちにくくなった、そういう時代なのかなと思いますね。あの、そういう体験ができなくなった。まあ、ちょっと残念。まあ、学校を卒業して、そのゲーム会社、あと、あ DNA とか、ああいう会社に入ってから、仕事として習う、仕事として覚える、そういう時代なのかなと思いますね。まあ、ちょっと悲しいかな。まあ、ちょっとわっ 私がノスタルジーに慕ってるってところもあるかもしれないですけど、ポケコンというもの、まあ立場変わっちゃったのかな。まあそんな感じがしました。